したくなっちゃったね。放送屋さんに来ました。名前わかりますか、このカオソイ。ちょっとわかんない、カオソイ。ちょっと見てみようか。なんてとこだっけ。ここね、2回目かな、うん、美味しいんだよね、ここのカオソイ。いやもう珍しいよね、カオソイでまた行こうってこと。うん、あ、呼ばれた。カオソイ呼ばれた。これ撮ってて、ね、TTP だ。呼ばれた。あ、来た。はい。じゃあ何食べようかな。どうぞ。メニューはこんな感じでございます。なんかね、注文の仕方がこんな感じ、ここに書く感じで、はい、あと飲み物はこんな感じでございます。はい、じゃあ私はチキンにします。これは全然、これが一番、うん、スタンダード。スタンダード、スタンダードでいこう。行こうか、うん、じゃあ2で。あ、2で。あ、なんだ。セキュー。忙しそうですね。ねえ、本当だね。すげえ混雑してる。すごい、次々にお客さんが来るね。ね、うん、あ、セキュー。来たよ、はい、来ました。備え付けの、あ、そうそうそう、これね、付け合わせ、好きなだけ入れてください。やったー、ほぼ私でしょこれ。そうそうそう、うん、あ、これは食べるか、高菜みたいな。そうだね、あと玉ねぎも、ライムは大好き。あ、ライムもね、あと味変でね、はい、師匠弟子、弟子、弟子。あ、来た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 。早かった。早いね。うん。よいしょ。あ、スプーンはいらない？スプーンいる。あ、いいよ。はい。いただきまーす。はーい。まろやかスパイシー、いしい、うん、美味しい。あ、うん、美味しいよ。ほんとカオソイでさ、なんかすごいハマった店ってなかなかなかったよね。ここはちょっともう一回来たくなっちゃったね。うん、ね、男好きなんだよね。うん、美味しいから。結構辛めだよね。辛め、もうチキンがめちゃめちゃでかいし、これ。そう辛めでね、うん、でもね、すごいクリーミーなんですよ、うん、でもなんかさ、すごいクリーミーなんだけどさ、後味がさ、うん、割とさっぱりしてるから、なんかこってりすぎず、うん、ちょうどいいというか。ライム絞ろう。玉ねぎ入れないの、うん、取ってる。うん、こうね、ちょっと入れてこうなじませておくのが美味しい。そう、俺あんま付属品入れないかな。本当だね、私ばっかりだよ。ほら、うん、お肉がすごい、うん、うわー、あー、柔らかいんだよね、うん、あ、このね、ライムでちょっと味変するのが美味しいね。うん、美味しい。辛いけどね、なんか後を引く辛さ。うん、ね、うん、ちょっと辛い、うん、もしかしたらちょっとレススパイシーとか言えばいいのかな、うん、でもこの辛さで俺はいいかな、うん、この麺がさ、うん、日本のさ、うん、
インスタントのカレーうどんのことね。うん、なんかちょっとこの平田麺みたいな、うん、ミシュラン、ミシュラン2024年とね2023年両方取ってる、すごいね、うん、しかも55バーツでミシュランがすごくない、ね、うん、安いよ、うん、なんかあんま喋ることない、うん、私たち師匠と弟子は様々なサポートをさせていただいています。チェンマイに旅行に行きたい、移住がしたい、しかしどこに相談していいかわからない方は師匠と弟子の公式 LINE からご相談ください。一つ一つ不安を解消してチェンマイ旅行や移住をより明確になるお手伝いをさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。